西誠さんの「蚊の貨幣」という評論文の解説をしていきたいと思います。まず冒頭、貨幣とは何かという話なんですが、貨幣の特徴、これ現在の特徴ですけれども、価値の尺度ということで、これにはいくらの価値がありますよっていうね、まあ、あの値札みたいなもんですけれども、そういうものとかね、あと流通の手段、物々交換でできなかったものを、これはお金だといくらっていうところなので、そこで換算してくれるということ、あとは価値の貯蔵ということで、お金というものになった途端にこれでね、保有することができる、貯蔵することができる、そしていつか使いたいときに支払い手段として用いることができるというね、そういう特徴がありますよということなんですね。これが貨幣です。はい。で、貨幣とは何かという質問に対してなんですけれども、筆者はこの問いにまともに答えてはなりませんというふうに言ってるんですね。理由は本文に書いてありますが、貨幣を貨幣以外の何者かによって説明することを強いているからだということなので、貨幣以外の何かで例えようとするとそれはうまくいきませんよっていうのが筆者の考え方なんで、この部分ですね、貨幣以外のものによる定義が難しいというのが貨幣なんですよということ、だからこの問いにはまともに答えちゃいけませんねということでした。はい。で、キーワードの一つ目が出てくる貨幣が持つ自己準拠性ということね、これが一つ目のキーワードです。はい。何が自己準拠性、まあ、どれがキーワードなのかって話なんですけれども、まずですね、そもそも物質として考えていくと、お札と紙ってほぼほぼイコールですよね。だけどもお札の方が価値があるというふうに思われるのは何でかというと、我々がこれに価値があると信じているからですよね。わかります？それしかないんですよ。うん。で、これ例えとして正しいか分かりませんけれども、本当にお金の概念がない、まあ、4歳3歳児とかに、ね、アンパンマンのぬいぐるみと1万円札を渡してどっちが欲しいですかってなった時に、アンパンマンのぬいぐるみを取るかもしれないっていう、そういう可能性があるわけですよね。そうなった時に我々はお金の方が価値が高いと信じているけれども、そのお金の概念がない人からするとアンパンマンのぬいぐるみの方が価値が高いと信じることもあるわけですよね。で、お金がお金として成立するのはやはり我々がね、このお札というもの、これに価値があるっていうものを認めているからこそ、価値が、まあ、あのみんなで共有できているということなんですよね。これが自己準拠性という、ね、言葉、キーワード一つ目になります。大丈夫ですね。はい。で、今自己準拠性の説明をしましたね。これが一つ目のキーワードです。はい。続いて二つ目のキーワード、自己循環論的というふうに書いてあります。そして三つ目のキーワード、自己遂行的というのがあります。はい。お金をお金として信じているというのが我々のね、まあ、あの、なんていうのかな、お金をお金としているっていうね、そういうところでしたよね。うん。で、これを、まあ、どうやって証明するかという話になるんですけれども、こういうふうに物と物とか人と人とのね、何か物を交換するときにね、払ったり、まあ、例えばですけども、そのお金をもらうとかっていう行為が出てきますよね。これ循環してるの分かりますよね。で、循環し、で、これ自己遂行的って何かというと、この循環が、ね、成立するのはなぜかというと、お金に価値があると思ってるから交換してくれるんですよね、物と。うん。で、逆にそのお金を持っていて使いたい時に物と交換するってことなので、ここの部分で自分たちで、ね、勝手に作り上げて信じているものを自分たちで遂行していく、それをぐるぐる回していく、これを続けていくとどうなるかというと、ここをぐるぐる回すことによって明日もお金であり続けられるというね、そういうことになってます。じゃあお金って何なのかというと、これまとめていきますが、自己準拠性、まずは信じることですよと。ただの紙をお金と信じましょう。で、お金をお金として成立させるためには自分たちでそれを循環させる、回していきましょう、払ったりもらったりしましょう。で、これはもちろんですけども、自分たちが信じているからできることであって、で、自分たちのルールの中で使ったりもらったりするということなので、自己遂行的なんですよということです。だからお金がね、さっきのアンパンマンの例じゃないですけれども、あのアンパンマンの方が価値が高くなればですよ、1アンパンマンで取引がされたりする可能性があるということだけど、我々はお金をお金として信じてますので、それをぐるぐる回して明日もお金であるようにということで証明し続けるということになります。大丈夫ですね。はい。だからもうこの3つっていうのは本当に切っても切り離せない関係になって、信じることを続けるという、そういう役割になっています。はい。で、こういうねシステムが、はい、貨幣を他のもので定義するのが難しい理由ですよっていうのはね、筆者の言いたいことになります。はい。で、それをまた空虚だとも言ってますね。空虚である、ただ実在性ということなんで、実際に存在はしますと、うん、いうことです。
ただこのお金というものね、空虚であって、まあ、これ我々が信じてるだけだから中身がないんですよね。だから空虚と言ってますよ。で、物としては存在するけれども、じゃあこのお金というものはただの紙なんですよ。他のものでそのお金を使ってですよ、貨幣というもので何かを、ね、例えたりとか、まあこう代表したりするものというところですね。そういうところができないよっていうことなんで、やはり筆者が言う通り説明が難しいということになります。はい、で、構造主義とは何ですかということなんですけれども、これまたちょっと難しいので詳しく説明していこうと思うんですが、ね、犬が犬となるには犬でないものがはっきりしないと犬であるとは言い切れないよっていうのが構造主義なんですよ。うん、で、よく我々は犬って何ですかって言われた時に、4本足でワンワンと鳴きますとか、ね、4本足でニャーニャーと鳴く動物は犬じゃないとかっていう可能性を排除していきます。あとは4本足で遠吠えする動物ですよとかってやっていくと思うんですけども、これだと構造主義にならないんですね。うん、まあ、もっと詳しく考えていくと、タコは赤くて足8本、イカは白くて足10本みたいなもので、まあ総称してデビルフィッシュっていう国もあったりもしますけれども、これがね、構造主義ではこの考え方じゃないんですよ。構造主義っていうのは目に見えないルールみたいな構造というものがあります。構造ね、はい、構造ですよ。この中にはさっきも言った通り、いろんな足がね10本とかそういうルールが入っています。ね、そこから溢れたもの、その定義にのっとらないもの、これがタコですよってことですね。いい？だから大事なのはタコ以外の構造が大事なんですよ、ね。構造の中に入っていないのであなたはイカですということなので、この特徴というよりもそれ以外の構造から溢れたのであなたはタコですよ、うん、あなたはイカですよということになるわけですよ。だからブスな人がね、顔がひん曲がってるとか鼻の位置が悪いとか目が離れてるとかっていう、そういうことでブスとするんではなくて、美人の定義から離れているとブスと扱いましょうねっていうことですよね。まあ、真面目な声で何言ってんだって話かもしれませんが、それが構造主義です、ね、構造というものから外れると名前がつきますよということですね。はい、続いてこちらもね、もう一回復習ですよ。同じ例を使っていきますが、白い歯と、これをダブと言いますと、色がついた鳩をピジョンと言いましょうということ、これをやっちゃうと構造主義的ではないんですよね。はい、いろいろある構造から外れているのでこれをピジョンと名付けました。うん、はい、いろんな、ね、構造から外れているのでダブと呼びますよという、そういう感覚です。いいね。だから構造が大事で、こちらの、ね、まあ、いろんな動物がいますけれども、これの特徴があるから、ね、名前がついてるわけじゃないですよということ。構造から外れていて、外れたものの名前をこうしましょうとしているので、これに意味はないよってことですね。この4つに意味はないよってこと、うん、大事なのは構造ですよ。これが構造主義の考え方です。はい、で、構造主義っていうのはさっきも言った通りなんですが、構造内ですよね、ここ、うん、構造内、これが大事なんですよ。そこから外れたものというのが、まあ、例えばですけど、これだとお札とかになるわけですね。千円札とかだとこういう風になるわけですよ、うん、そうするとさ、ほら、何の要素も代表してないんですよね。だからお札となりました。これが、ね、構造主義的な説明でいいじゃないですか。さっきのブスの例えじゃないですけど、美人じゃないからブスと呼びますみたいな、そういう感覚ね、うん、で、構造の中身から外れてるのでお札と呼びましょうということですね。うん、あ、お礼になってますね。はい、お札、まあいいか、直してね、いきますが、お札、はい、ということになるわけですけども、で、ゼロ記号って何なのかということなんですが、ゼロ記号っていうのは沈黙とかっていうのに例えられると分かったりするね。これ何もしないのではなくて、ね、沈黙っていうのは拒否だったりとか不賛成の意味にもなったりしますよねということ。まあ、選挙の場合の白票と同じで、ね、この、立候補者全員にね、こう、まあ、比べてもいいと思えなかったんで、まあ、抗議の意味ですよね、拒否。この投票はしたけれども、誰にも投票しません、不賛成ですよっていう、そういうような意思があると、ね、意思表示になりますよということなんですよ。これって構造主義的じゃないじゃないですか。さっきのこういうタコの話じゃないですけれども、タコがいて、うん、赤で、足、あ、10本じゃないですね、8本っていうのがどちらかというとこの、ね、説明に近いんだけれども、うん、こういうね、お札というものに関して言うと、構造
ここですよ、ここね、構造から外れてるんだけれども、外れてるのにこいつ自身でまた意味を持っちゃってるということなんで、この部分がね、まあ説明しづらいという理由になるわけですね。筆者がずっと言ってるお札というお金、貨幣ですよね、貨幣というものが、ね、それ以外で説明できないという理由になるのはそういうことですよと、うん、いうことです。ちょっと難しかったですね。はい、まあ、ここはあの構造主義が分からなくても内容には差し支えないので、まあ、あのもし、ね、混乱しちゃった場合には特に考えなくていいです。はい、つまり貨幣とは何なのかということで、繰り返しになりますけれども、紙を信じると価値が出ますよっていうね、そういう話でしたね。はい、可能性の形式なんですよと、うん、じゃあ可能性って何なのかっていうと、そういう風になるかもしれないし、ならないかもしれないということでね、大丈夫ですね。だからまあさっきのアンパンマンの例じゃないですけども、ね、信じなければお札として価値があるっていう風にならないということになります。はい、でね、これが前半のテーマでした。貨幣って何なのかなっていうところです。後半のテーマはですね、こういうふうにうまく定義づけられない場合に、貨幣の定義の困難さをどう解決していくのかっていうね、そういう話になってきます。もともとですね、お金というもの、うん、メリットとしてはですよ、メリットメットになっちゃった、メリットとすると、まあ物々交換の不具合を直してくれるような潤滑油とか交換道具、うん、常に、まあ、そういうものであるというふうに捉えられるね、ことを前提としています。ただ筆者はそうではないですよと、メリットだけではないですよ、ね、何々を可能にすることもあるけれども、そうでない時もあるというね、そういう、これが可能性です。筆者が言うところのいい可能性も悪い可能性も秘めている、これが2つね、貨幣の特徴ですということ。じゃあ物々交換っていうのは常にね、同じ形式でのやり取り、これもメリットはあるんですよ、もちろん。100円の価値だったとしてね、リンゴが、でこの牛乳みたいなものが200円の価値だったとしても、これ強制的に同じ立場なので、こういうやり取りがね、生まれてきます。で、物がないと物がもらえないということなので、ここの価値の概念っていうのはあんまり関係ないんですよ。物があればいい、で お互いにね、承認さえあればこの物が回っていくということになるわけですよ、うん、ただね、貨幣っていうのは何なのかということなんですが、売りと買いっていうね、今度は立場が変わってきてしまうね、2つのものができましたということ。お金を払うことによって何かしら物をもらうみたいなね、そういうことができてしまったと、うん、でこれらの特徴についてなんですけれども、経済的にいい部分とすると、強制的に払い出しが行われる物々交換に関してはですね、これ公共とか不況みたいな概念がないんですよ。だって強制的に払い出されるから、不況って物を買わなかったりすることですけども、物が動くんでね、ここはだからメリットとは言えるわけですね。ただ当然ですけれども、価値の釣り合いがあまりに離れているものだと物々交換が成立しないので、ね、これもらってくれる人いませんかみたいなことを探さなきゃいけなかったりするわけですけども、その辺の不具合をなくしたっていうのがお札のメリットになります。うん、でただですね、このお札のデメリットは何かということで、取っておけるんですよ。そしていろんなものに交換ができるということなんで、ね、不況になった時にはこの価値を、貨幣を保有してですね、でそこで何もしないということが生まれてしまうわけですよ。先ほどの可能性というのが出てきましたが、可能性ね、全てがうまくいくわけではなくて、このように物を買わないとかっていうね、ことができてしまうということになるんですよ。強制的に払い出した方がいい場面もありますよね、うん、ということで2つの可能性を秘めていると、これをモロハの剣というふうに言ってるわけですね。メリットもデメリットもある、うん、メリットとデメリット両方の可能性があるので、モロハの剣と言います。はい、でここのね、貨幣の特徴を考えていった時に、お金を使えば何にでも交換可能にはなってるっていうのが分かってほしいことですね。でお金を保有することによっていろんなものと交換ができるので、今どちらの方が強いですかと言われたら、物よりもお金の方が今上に立ってますよっていうこと言ってますね。だから商品と貨幣は非対称性だっていうふうに言ってるんですけども、なんで非対称性かというと、まあ、お金によっていろんなものは買えるわけですけど、お金によってリンゴは買えるけれども、リンゴでお金は買えないみたいな感じですかね、うん、まあ、もっと厳密にいけば買えるのかもしれないけれども、お店に行ってリンゴでお金くださいっていうわけにはいかないっていう、そういうことを言ってるわけですよ。これが非対称性ですよと、うん、いいですかね。はい、で最後になりますけれども、ね、この部分、可能性ということが最後のキーワードになってきますが、いい可能性というのは
好景気であればですよ、商品の売買を活発にするであろうということ。で逆に言うと不況みたいなねになったらどうなるかというと、貨幣を手放さない、貯めておこう、何かの時に使おうというところで、デメリットも生じてくるということになりますので、貨幣というのはメリットと、ね、繰り返しになりますけれどもデメリット、この2つの、ね、可能性をはらんだ諸刃の剣であるというのが筆者の考え方でしたね。はい、途中ね構造主義とか難しい言葉が出てきたんですけども、可能性としての貨幣というのは何なのかというと、いいね部分もあるし悪い部分もあるというね、そういうものだよというね、そんな説明でした。はい、とりあえずねこんなところになりますので、テスト勉強ね頑張ってください。はい、これでこの動画以上になります。